はい。皆さん、こんにちは。今日は11月から始めました新しいサブチャンネル AI 初心者教習所。これがですね、今2024年の1月の中頃ですけれども、この間に1200人を超えるチャンネル登録者ができた。そこに至るまでの僕のチャンネルアナリティクスをうまく活用した YouTube の伸ばし方。 という方法をお話したいと思います。手前味噌ですけれども、2ヶ月半で1200人というのはなかなかいい調子だというふうに思っています。そこに至るまでどんな工夫をしていったか、そんなお話ができたらなというふうに思っています。皆さんは YouTube のチャンネルアナリティクスを覗くことはありますでしょうか ?YouTube を伸ばしたい方、 というのはこのアナリティクスをいつも見るようにする必要があります僕は少なくとも毎日毎日チェックをしてどんなふうに伸びているかどんなところが悪いんだろうかどういうふうにしたらチャンネルが伸びるんだろうかそんなことを考えながら毎日チェックをしています今さら言う必要もないことかもわかりませんが youtube の アナリティクスというのは画面の右端の方ここを押していただいて通常はこのチャンネルというのになっています。どんな風に動画をアップしてきたかその過去の状態がわかります。特に動画というのはここに並んでいますホームから動画というのを押すとショートとかではない一般的な動画これが ずっとこのように並びます。今、僕の場合は72本の動画を上げています。そして、先ほどの右上のアカウントのところを押しまして、YouTube Studio というのを選択します。そうすると、このようなダッシュボードというのが出てきます。ここで、左側にあります、アナリティクスというのを選びます。すると、 いろんな分析情報が出てくれます。まずは概要というのが出てきますね。ここでは3つの情報が出てくると思います。視聴回数と総再生時間とチャンネル登録者数。これが今日を起点にですね、28日前からの4週間。これが出るようになっているわけです。ですから1ヶ月という単位で言えば、 28プラスあと2、3日の日にちが追加されますので1ヶ月単位で言えばこれよりちょっと数字が大きくなるはずです。僕のように今回新規のサブチャンネルという場合はこの右端を全期間というのでまずは見るようにすればいいと思います。これで伸びていった情報がわかるようになります。 今は視聴回数というのですから今画面に出ているグラフはその視聴回数それがどんな風に上がったり下がったりしたかこれがわかるようになっています11月からスタートと言いましたが一番最初というのはここにありますように10月28日と10月30日に挨拶程度のことと そして30日の日にチャット GPT の画像生成のお話をアップロードしました。でもグラフを見ての通りほとんど誰も見てくれていません。見てくれるようになったのは半月ほど経った2023年11月の11日、この日ぐらいから上がっているわけです。この周辺では 3つの動画をアップしたことになっています。これは期間によって3という数字が出ているもののこの日に3あったというよりもこの周辺ということです。ですから11日,と,13日2つというようなアップロードをしているということになります。でもこれもほとんど見てくれませんでした。 まずまず成果が出だしたのは次の山のところです。ここですね。11月14日になりましたが、この14日の日には全く動画は上げていません。上げたのは次の4のところですね。15日。この15日の日からだんだんに認知されてきた。もしくはその前にアップした3つの動画が、 少し皆さんに浸透するようになってきたということになります。そうしまして、そこから今までの間に大きな山、こんな小ぶりなチャンネルですけれども、まあ、バズったというのが、ここ、ここ、そしてここの山、そしてここですね。一番良かったとこは、 一日で1745回の閲覧がありました。次の日も案外調子よく1699人の人が見てくれました。そうは言うものの、ここで少し低迷していますね。数はたくさん出しています。3、5、3という風うな感じで数は出したんですけれども、そんなに ここの部分はヒットするような動画がなかったということになります。そして本最近ですけど、1565という風になっています。これは格安の SSD を買いましたが、それ自身がやばかった、いわゆる購入が失敗してですね、すぐに返品してしまったというような動画ですが、これ、 SSD のつもりが SDD と書いてありますね皆さんがもしかしたら SDD って何だろうと思ってこれを見たのかもわかりません間違ったことがもしかしたら結果としては良かったというようなそんな話にもなるのかもわかりませんしこれは僕が勝手に想像しているだけでですね このサムネイルのところにはちゃんと SSD と書いていますのでまあ皆さんもどのように撮られたかはわかりませんが何せここでですね少し大きな伸びがあったということですこのように視聴回数というのは全区間で解説してから2、3ヶ月の場合はですねどのような動画をアップした時に良かったのか 悪かった動画はどんなのだったかというようなことを見るということが重要なことです。いわゆる自分のチャンネル登録をしてくれる人はどういうことに興味があるか。これが大事なんですね。例えば僕の本チャンネルというのは音楽系のチャンネルです。音楽のコンテンツということもありますが、今のところは8割は 解説動画です。でも同じように起伏というのがあるはずです。いわゆるどんなコンテンツを上げれば皆さんが興味を引くか。これとっても重要なんですが、特に音楽系の YouTube を出している人は自分の好きな音楽を出すことが多いです。僕はジャズが好きだとか、J-POP が好きだとか。 でも、はっきり言って、ジャンルという中で言えば、ジャズとかインストゥルメント、いわゆる歌のない音楽とか、そういうのは全体的なことを結論的に言うと、興味を示す人が多くはないです。今は、ボカロ曲と言われるような、いわゆる若い人が好むような曲の方が伸びる確率が高いということです。 YouTube を伸ばしたいのであれば今のトレンドというのをある程度追いかけないと自分の好きな音楽をいくらアップしてもそれは視聴者の目線に立っていないわけですから伸びることが少ないですもちろん本来は全世界もしくは日本の中でもジャズを好きな人とかいうのはたくさんいるわけですから それが悪いというわけではないんですけれども自分のチャンネルの知名度とかそういうところをどん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 絞り込んでいくと結論的にその動画が100回も見てくれないそんなような結果になることが多いわけですここまでが視聴回数というものに対してのお話でした今度はコンテンツという上の タブを見てみましょう。ここにはとっても重要な指標があります。インプレッションのクリック率。これもしかしたら YouTube のアナリティクスの中では一番重要なところかもわかりません。3.4というのは自慢できるほど多くはないです。でもこれ以下の人もたくさんいてるはずです。今回、インプレッションは かなりたくさんしてくれていると思います。103万回ということですから、インプレッションというのは YouTube が皆さんのチャンネルとかにおすすめとして表示してくれた数のことを言います。103万回で見てくれたのは4.6万回ということになるわけですので、まあざっくりですけれども3.4%ということになっているわけです。 調子のいいような動画、ちょっと元に戻ってみて確認してみましょう。この2ヶ月半でとっても伸びているファイルを見てみましょう。この漫画も作るんかいというような動画があります。これは5835ということでたくさんの人が見てくれています。このアナリティクスを見てみましょう。その時は この絵を押します。ちょっと見にくいですが、この下の方に僕が今マウスを動かしているところですね、ここにいつもの平均というのが出ています。それからしたら、もうこれって10倍以上の成果が出ているわけです。このようなもののインプレッションを見てみると、5.4%というふうになっていますよね。 かなりいい結果が出ています。このぐらいがいつも出るようになれば、インプレッションのクリック率はいいという話になって、タイトルやサムネイルが皆さんのクリックを呼び起こすというふうなことになるわけです。ちょっともう一度アナリティクスに戻ります。はい、アナリティクスに戻ったときは、先ほどは全区間で見ていましたので、 ここ必ずまた28日に戻りますので全期間を見るようにしましょうそうしまして先ほどの話のコンテンツのところに行きますそしてここで平均視聴時間というのを見てくださいこのようにほとんど見られない時とかいうようなことがあってもですね3分26秒これだけの 平均視聴維持時間というのがあります。この3分26秒って音楽で言えば1曲丸々ぐらいの長さです。通常音楽のコンテンツを上げた時に僕の中ででもそして本チャンネルは今約8000に届きそうになっているチャンネルででもですね、1分未満というのが めちゃくちゃ多いです。ですから音楽コンテンツというのはパーッとイントロを聞いていいなと思えば続けて聞いてくれますが通常は聞いて歌が入ってきてああまあよくある音楽だなとか思ったらそこで切ってしまうので30秒ぐらいが関の山というのが実際の話です。 最後まで聴いてもらうなんていうのは本当に何百人に一人二人というような数になってしまいますその時点でですね何倍もの差があるということがあるわけですねですから僕は音楽のチャンネルをお持ちの皆さんにも解説要素いわゆるギターはこんな風に弾きましたよとかアレンジで こんなような工夫をしましたというのを、例えば感想が始まった時に、このギターはどうのこうのというような説明を入れる、どんなプラグインを使っているかとかいうのを入れるとかいうことがとっても僕は重要だと考えているんですが、ほとんどの人はかっこよくきれいに音楽を作りたい、ビデオも すごくスマートにプロのように作りたいからそういうコメントなんかを挟むとかいうようなことはダメだという形で発表をされている方がものすごく多いです僕はそれをやめろというふうに再々皆さんにお伝えするんですがなかなかそれを実行しようという人は100人に1人か2人しかいません ほとんどの人はかっこよく自分のアイデンティティを表現するように出そうとするんですね。でも聞き手になったら他人の音楽なんて正直そんなに興味がないわけです。カバー曲にしてもそうです。カバー曲聴くぐらいだったらもう YouTube にほとんどのプロ、その本人の音楽がアップロードされています。 それを聞く方がいくらいいかと思っているのが一般的な視聴者の考え方です。この一般的なということがとっても重要なことをもう一度再確認する必要があるんです。自分は DTM をやってるとか音楽を中心にいろいろ活動している。だから自分のやりたい音楽を 発表するまあそれでもちろんたくさんの人が聞いてくれたりすれば言うことはないんですけれどもなかなか知名度がなくってアマチュアということでプロのようには音作りもいかないそんな中では皆さんに聞いいいてもらうということとこがでできないわけです自分が作り手じゃないということを考えてみてください。 何でもそうですけれども、ケーキ屋さんでも、これは美味しいだろう。さあどうだと並べても、それを買う人、そして食べる人、その人が気に入らなければ、自分の思いで作ったって、ケーキは売れていきません。必ず、お客様があってこその音楽であり、ケーキであるわけですね。そのように考えると、 チャンネルアナリティクスの見方もどんどん変わってくると思うんです。視聴者というので見ることもできます。視聴者の動画につながっている動画ということで、先ほどの言いました漫画とか GPT の活用とか、僕は GPT 関連とか AI 関連の動画が多いです。もちろん上の漫画というのも GPT 図です。ですから、 ここで非常に高いというような結果が出ています。このように非常に高いと言われるようなものをなるべく上げるようにする。これが大事になるわけです。自分の人気動画ということです。そしてその下にはアクセスの時間帯があります。これが濃いところがたくさんです。 ですから、ここが18時ですから、この辺は21時、22時、20時から22時ぐらいが僕の場合は見てくれやすいということです。それでも1日ぐるりーんと回ってきたら明日は見てくれるだろう。それがダメなんです。YouTube の AI というのは出してどれぐらいの時間でたくさんの人が見るか。 これとっても重要なんです。出したのにそれが深夜であってほとんど見ることがなくって24時間後ぐらいに見てくれ出すというような時にこの動画がそんなに人気がないのか YouTube AI は迷うわけですね。おすすめすべきかこれはやってもあまり成果のない動画なのかそれが判断しかねると 言えば分かりやすいでしょうか。そのように自分がアップしてから、しばらくしてから、たくさんの人が見やすい時間帯になる。例えば僕の場合でしたら、夕方6時、7時ぐらいにアップをすれば、一番早く見てくれやすい。こういうふうな結果になるわけですから、ここの指標というのもとっても重要になります。 そしてちょっとコンテンツに話は戻りましょう。ここに視聴者があなたの動画を見つけた方法というのがあります。これで見るとブラウジング機能というのが68%です。いわゆる YouTube のおすすめとかそういうところから見てもらったり関連動画から見てもらったりそのような分類がここに出てきます。 直接入力または不明とかその他というところはどんなふうなことになっているのでしょうか詳細というのを押してみます例えば僕の場合だったらこの外部というところを確認してみましょうこれが SNS とか僕の場合は FacebookTwitter その辺から飛んでくれてる人で 約2.2%ということになっています。ブラウジング機能からすれば全く小さな数字です。SNS から飛んでくれる人は少ないということになります。でも、普通なかなか伸びない、友達しか見てくれないという方は、この外部というのが案外多くて、ブラウジングや YouTube 検索というのは とっても少ない数値になっている可能性が多いです。今度は視聴者のタブをもう一度見てみましょう。ここでリピーターと新規というのを見ると重要なのはリピーターがずーっと続くということが大事です。そうでないとチャンネルがどん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 盛り上がっていくことはありません。もちろん僕の場合も 新規の方が多いんですが、このあまり良くなかった時、ここのところでもリピーターと新しい視聴者さんが同等ぐらいあります。リピーターの人というのが、この間もずっと見ていただいたということになるわけです。そして、ここでユニークな視聴者数ですね。ユニークというのは、同じ人じゃない視聴者。 という人が僕の場合は今2万3000人それぐらいいてるということです。これは可能性の指標になると思います。チャンネルがこれから伸びるだろうか、目新しい動画を投稿しているだろうか、そういうことの指標をここで見ることができます。そして次は案外重要なチャンネル登録者です。 もちろんこれは動画の視聴数と登録者数というのはある程度比例するんですけれども先ほどこの一番最後の方でものすごくバズった動画があったはずですよねでもチャンネル登録者は増えていません僕が SSD を買い間違ったというような動画でしたからそういうことはたまたまの事例だから チャンネル登録をしておこうとは思わなかったということになります。それに比べてこの辺で多かったのはスタンプを作れる GPTs だとか、ここ LINE スタンプの動画、ここらがとってもチャンネル登録者数が増えたということになりますよね。これをちゃんと見ておけばですね、 一時に視聴回数が上がったからって、それを求めているのではないのか、あるのか、ということがよくわかります。ですから、パソコンが壊れたとか、買うのが間違って愚痴を言ったとか、そんなような動画というのは、チャンネル登録者にはつながらないということです。やはり、継続して勉強したいアイテム。 それらを発信していかないとたくさんのチャンネル登録者が増えないということになります。お分かりいただけましたでしょうかこんな風に僕はこれを毎日すべてのタブで確認をしています。ですから昨日はどうだったって言われたらすぐにざっくりした数は答えられます。そのぐらいこのチャンネルアナリティクスとニラメッコを しながら全体も見ますし、一番最新でアップロードした動画、これですね。これのアナリティクスも見ておいてですね。それらがどんな感じなのか。これなんかはちょっと得意なグラフになっています。一日経つまではほとんど伸びてませんでした。それが一日とちょっと経ったところで一気に1000人ぐらいの 人が見てくれたわけですね。ここの時点で118だったものが1時間後ぐらいには1040にこんなたくさんの人が一気に見てくれたわけです。おすすめに多分乗ったんであろう爆発するような動画もあるということです。このようにして毎日毎日動画の傾向とその対策というのを僕は考えて います。1093人、たくさんの人が見てくれたけれども、チャンネル登録者は1人だった。こういう場合は、あまりこの動画がチャンネル登録者には繋がらない。そういう動画であるということがわかりますよね。こんな風に次の動画はどんな動画を出すべきか、いつも考えている次第です。今日はチャンネルアナリティクスのどんな風に 活用しているか、そういうお話をご紹介しました。長い時間ご視聴ありがとうございました。皆さんも YouTube をうまく活用して、単に収益化とかだけじゃなくって、たくさんの人に自分の作品やコンテンツを見てもらえるような工夫を頑張ってみてください。じゃあ、まったね。